よろしいですか。はい、よろしくお願いします。皆さん見たことがないイチローのソロやったの見たことあるかみたいな、後でね話題にしてくださいね。僕は、歌との、出会いというのは小学校の時でございまして、音楽の時間にですね、歌を歌ってたんですね、みんなと一緒にね、ピアノでですね。先生がね、あのイチロー君は声がいいから合唱部に入りなさい、合唱に入ったんですね。で当時ですね、うちもテレビがあって、グループサウンズがちょうど終わる頃、終わってたんですね。前泉純子がね、僕好きでしたね。で、そうだったんですが、で中学校になると、今度は深夜放送を聞かなきゃいけない。僕の仲間の中に少し進んだやつがいて、そのね、深夜放送じゃなくて、ポップスを聞くんだって言われて。ポップス。当時ポップスって何だか分からなかったんだけど、洋楽のね、ことをね、よくポップスって言ったんですね。で、ラジオでですね、オールジャパンポップ20ってやってまして、聞いたことある人ないですか？あの洋楽のね、ランキングなんだけど、レコードの売り上げとか、アメリカのビルボードとか総合して、今日は何位ですか？やるんですね。で、中学校の頃にそれを聞いていると、あのカーペンターズがデビューして、ビートルズもなかったです。で、それぞれソロだったんですね。ギルバード・サリバン、あの当時の有名なところとミッシェル・ポルナレル、CCR、シカゴ、ジョン・デンバー、スリードック・ナイト、あと T-REX ね。僕はあの T-REX 好きだったんですけど、ロック好きだったんですね。で、そういう歌をね、すごい聴いていました。で、最初にね、今から歌いたいなって思っているのは、ビージーズ、ビージーズなんですね。ビージーズっていうとみんなね、有名なものがあるのでね、後で思い出していただけると思うんですが、とりあえず一曲、ビージーズですね。1968年の歌。1968年って僕58年ですから、まだ10歳なんですね。その頃の歌。後で聴いたんです。聴いてください。マサチューセッツ。
これ必ず見ましたね、ミキティね。同い年だと分かると思いますが、中高でね、とにかくあの映画館に見に行く。その時にその主題歌とか、ほとんどの挿入歌を歌っているのはビージーズですね。それでね、僕らはこの、ビージーズにハマったわけです。でビージーズの中には、ね、3人いらっしゃいまして、まだ今生き残っておりますが、長男のバリ、次男のロビン、三男がモーリスなんだけど、次男と三男はイラン製ソーセージなんで同い年なんですね。バリーの四個下だそうです。で、さっきのね、マサチューセッツがこうやって歌うのはロビンなんですね。一番下の子なんですが、まあ、それは次男なんですけど、でただ長男がバリーがですね、どうもロビンの人気に嫉妬しまして、作曲家だもんですからね、マリーがその後はたくさん歌ってるということですね。小さな声のメロディーって覚えてらっしゃいますか、皆さん。珍しいでしょ、僕こんな風に喋らないんだけどね一生懸命小さな声のメロディーの中でね、メロディーとダニエルがですね、あのお墓、墓地の中でね、あのデートします。で、2人がね、印象的にリンゴを2人で分け合って食べてますね。で、あれなんでリンゴだったのかっていうのは禁断の好みだ。まだ子供だったダニエルとメロディーが禁断のリンゴを食べたから恋に落ちていくんですね。大人への階段だったんですね。その時に歌われた歌がファーストオブメイ、日本名だと若葉の頃で、これはね、お兄ちゃんのバリーが歌います。さっきね、ビエオだったんだけど、バリーはちょっと違います。レコードではフェードアウトをしております。ビーズはね、この後ね、ステインアライブとかね、
あのやつになってファルセットで歌うようになっちゃってビージーズファンはがっかりみたいな、ね、でも残念ながらもう今バリーしか残っていないということです。では私のコーナーも早いもので最後の歌一度一人で聴いてみたかったんですけどなんちゃんもう一曲やらせていただきます。はい、どうぞ。はい、待てやっていいよ、10曲も俺しかネタがないんだよさっきね、まんちゃんとちょっと練習をしましたがね、まんちゃんはあの今和の京志郎ファン、信奉者、あとジョン・レノンね、信奉者なんですね。で、僕がこの歌をやるって言ったら途中で出てもいいと、途中で出てきますきっとねこの歌はですね、有名な歌で当時のね、テレビでやっておりましたけど、モンキースの歌ですね。皆さん知らない方はセブンイレブンの CM ソングというところでございます。一緒にね、歌っていただければと思いますが、ほぼ最初英語でございます。お願いします。